はい、ラブ神戸 TV をご覧の皆さん、おはようございます。ラブ神戸 TV のリポーターのさとみです。今ですね、私こちら三宮の、はい、センター街にございます。エスプレッソ、紅茶のエスプレッソの専門店のユニコーンさんに来ております。はい、お花がねあるんですけれども、まだ新しいお店なんですかね。はい、こちら看板がございますね。お持ち帰りできます、紅茶の新しい飲み方って書いてますね。はい、カフェラテもあります。でこちらに外にもお席がございまして、はい、アイスコーヒーティーソーダっていうのがなかなか珍しいですね。こんなもあります。全部テイクアウト OK となっております。では早速中の方に入っていきたいと思います。はい、あ、素敵な店内ですね。落ち着いた店内になっております。こちらお席がございまして、はい、こんな感じになってます。でですね、こちらの方がカウンターになってまして、こちらでオーダーをしてお席で飲むような感じなんですかね。はい、ちなみにこちらお席何席ぐらいありますか？席は中がカウンターが7の、はい、テーブル1で10席ぐらい、はい、10席ぐらい、はい、こちらカウンター席、落ち着けるカウンター席とテーブル席、はい、こちらの方ね、今ちょっとお客さんいらっしゃいますけれども、はい、お席がございます。はい、ではちょっとこちらのお店について、ユニコーンさんについていろいろお話をお伺いしたいんですけれども、はい、本日はちょっと声のみの出演ということで、はい、よろしくお願いいたします。はい、こちらはどういったお店になるんですか？紅茶のエスプレッソと、はい、コーヒーのエスプレッソと、はい、2つから選べる、神戸初の紅茶のエスプレッソが飲めるカフェです。はい、はい、神戸初なんですね。はい、こちらちょっとメニューの方あるんですけれども、はい、エスプレッソがですね、はい、紅茶の方とコーヒーのエスプレッソとございます。はい、オープンはいつ頃になるんですか？3月の16日で、はい、今日でちょうど1ヶ月。あ、ちょうど1ヶ月、いいですね。はい、今日で1ヶ月ちょうどになりました。はい、で、紅茶のエスプレッソってなかなか馴染みがないんですけれども、はい、はい、どんな味がするんですか？コーヒーと一緒で、はい、高い圧力で、はい、こちらですね、このマシン、高い時間で、はい、移した紅茶なので、はい、えぐみがなく、はい、濃い紅茶ですね。はい、なるほど。抽出することによって、はい、アレンジも効くという、はい、いろんな飲めない女性にも、はい、楽しんでいただけるような、ストレスのドリンクですね。はい、なるほど、なるほど、はい。コーヒーがね、苦手な方でも紅茶だったらね、飲めますし、こちらの紅茶ですね、すごく飲みやすくて、はい、私もちょっと一度ね、いただいたことあるんですけれども、もう一度飲んだらちょっと病みつきになるようなお味でした。はい、なんかティーソーダっていうのもあったんですけど、ありますよ。はい、あれ？今コメントが入りました。証券って書いてるコメントが入ったんですけど、お知り合いの方ですかね？知らない。知らないですか？はい。はい、でちょっと続けましょうかね。はい、ティーソーダは、はい、これはエスプレッソ、紅茶のエスプレッソにソーダが入っているんですか？ソーダと、はい、シロップですね。あ、なるほど、ちょっと夏とかにいいですよね。はい、はい、フレーバーティーだとかもねありまして、一番やっぱり人気は、一番人気は、はい、ティーラテ、はい、フレーバーとか、はい、こちらが人気となっております。あ、なるほど、なるほど、はい、ね、でもコーヒーの方もはい、大人気ということでね、はい、先ほどコーヒーもいただいたんですけれども、めちゃめちゃ美味しかったです。皆さんもぜひぜひお願いいたします。はい、あとはね、フード類とかもあるんですよね。こちらのフィナンシェですか？これは、はい、ちょっとお菓子とか、はい、あとは、こちらホットサンドとチーズケーキもございますので、ぜひぜひね、一緒に楽しんでいただければと思います。はい、ではそろそろちょっとお時間が迫ってまいりましたので、はい、最後にですね、場所の説明をさせていただきたいと思います。ちょっと外の方が分かりやすいかな。三宮の、センター街にございまして、そうですね、バルというビルが分かるかなと思うんですけれども、そちらのバルを東に行っていただければ
すぐありますので、30秒ぐらいですね。はい、こちらの、看板を目印に、はい、ユニコーンさん、ぜひぜひ来てみてください。皆さん、では今日はありがとうございます。